BTU アニメラボ。ちょっと重ねてください。ブラジル山下です。小林弘樹です。ゼブライ松井です。バッタモンカイです。なんでみんなの力を合わせてるかね。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。あの、すいません、僕喋ってる人が見えないっていう状態なんでやめてください、ちょっと。今日は何の感想ですか。パチンコの演出みたいに、はい、グリザヤの楽園、はい、第4話カプリスの眉4か、こちらですね、うん。はい、カプリスの眉もついに完結しました。しましたね、はい、いやー、ユージ君の壮絶な過去が明かされまして、うん、はい、でもやっぱ最初が一番良かったね、うん、はい、今回だってちょっとなんなら爽やかだ、うん、爽やかだ、まとまりましたね、青春でしたね、今回は、まあ、第一話につながるみたいなことですよね、うん、ちゃんと、ね、ここが第一話につながると、割とほのぼのな感じ、ね、うん、あの、ね、叫びながらバイク乗ってるとかね、うん、そう、青春です。それ人に青春と言われやっと気づくって、ゆうじ君も十分青春してるような気がしますけど、ね、してるよ、あの赤い兵隊時代も、朝子さんと戦えた関係も、うん、JB さんと戦えた関係も、うん、ちょっとでもね、やっぱ青春というには早すぎるものがちょっと多かった、多かった、もう、そうか、年より先に行っちゃったんですね、そうそう、逆転しちゃってるから、だから一回ちょっと高校生の学生の関係に戻って、うん、美浜学園で、うんうん、逆なんだよね、軍隊行った時の方がマシで、ね、学園行ったらなんかおかしなことになっちゃうって、軍隊の時が割と青春、めっちゃ青春だったよね、一番いい人生だったよね、ああでも本当にね、もう美浜学園はなんやかんやで生き死にそんな関係なくもないけど、本当ですか、なくもなかったけど、結論なくもなかったけど、うん、まあでも女の子と楽しくイチャイチャしつつ、うん、ね、まあ、なんか楽しくさ暮らしてたわけじゃないですか、うん、いやー、朝子さん急に死んじゃいましたからね、まあね、怒ってたからね、ずっと言ってたからね、はい、あれ僕ね、朝子さんが死ぬところ結構ね、ほろっときましたね、分かってはいたけど、でもなんか、はい、まだ幸せな死に方だったから良かったよ。そうですね。あの帰ってきた時にね、死んでたパのね、やつが一番怖かったから。ちょっと見とって綺麗な。そう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 。綺麗にね。いやー、ポロポロ泣く姿可愛かったよ。ね、可愛かったね。どうすればいいんだよと、もう子供の頃にね、おもろいですよ。本当ですわ。やっと子供らしいとこ見えたりしたね。うん。最後の朝子さんとの別れのシーン、うん、なんですね。なんか空を見上げ、星を見上げて、なんて言ったんだろうなみたいな、そのいかがですか、うん、あれね、マキナちゃんと後でまたお墓参りに来るシーンあったじゃないですか、そのユージ君が、そうか、あの時俺は星が綺麗だなって思ってたんだって言うんですよね、あ、それが回想の答えな、回想の答えになってる、そこはていうか、マキナちゃんとユージ君の関係性って完全に朝子さんとユージ君の関係性なんですね、やっぱり、うん、そこの、その育て方しか知らないっていう、うんうん、まあ、マキナちゃんがああいう子なんでね、もうギャグになっちゃってますけど、うん、完全に、うんうん、親やってくれた人がああいう育て方してくれたもんね、今回はあの見終わった後に僕もう一回8話を見直してみたんですけど、うん、やっぱなんかね、ちょっと見方変わりますよね、うん、ただの逆パートじゃなくなっちゃってますね、あの、うん、軍隊式の教え方は、そう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 、うんうん、なんかしんみりきますわ、でもなんかユージのさ、その性格とかも分かってから1話見たらさ、うん、そんなにユージ君にイライラしてない、最初イライラしたのすごいしました、はいはいはい、したなんだこのやれやれ系はね、そうそうそう、なんで全部受け入れてんのみたいなところとか、なんでそんなクールな感じなのみたいなてかいろいろ乗り越えてがあったっていうのがよくクールにもなるわいってなるわいって、ああいう態度取るわみたいな、これでもボケてるんだみたいな、そうですね、なんなら楽しいぐらいなんだ、そう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 、確かに、タコシって書くと違いますもんね、迷宮見てから果実見るってのは結構おすすめですね、やっぱり、うんうん、楽しそうだもんね、学園生活が、ね、はい、ね、うん、で、はい、ですね、まあ、JB さんと戦った関係ありあったね、ですね、まあ、で、まあ、北海道旅行編があり、うん、で、愛してるってメール送りいいの、ね、酔っ払ってるのと返されるのね、まあですね、北海道の旅で自分のこと、まあ、自分をまた見直して青春が足りなかったんだっつって青春に戻っていく、うん、美浜学園と思いきや、思いきや、はい、ヒースオスロが来たね、出てきましたね、来たね、依頼が入りましたよ急に、はい、しかもあの依頼も怪しいですよね、怪しいね、はい、あっち側も敵かもしれないっていう、こっち側も敵かもしれない、はい、あの、なんなの上の彼女からの、ね、はい、あれはなんかあれですね、もう、なんだ、誰編だったか忘れたけど、マキナ編か誰か忘れましたけど、地下の教授みたいなのが出てたんですか、言ってたね、そう、
あれの捉え方は人工知能なのか、あれなんだろう、お姉ちゃんね、もしかしてお姉ちゃんっぽいよね、うん、そうですね、今ピース的にそこが足りてないですもんね、そう、姉ちゃん急に人工ねえ、お姉ちゃんかなって思う、お姉ちゃんが作ったにしろ何かしらのなんか人間っぽさが出てますよ、その後でもお姉ちゃんがユージ君をはめたみたいなことになっちゃうじゃないですか、うん、ねえ、それもまあ考えがあってなんだろうけどね、うん、お姉ちゃんが言うことは絶対だから、うん、お姉ちゃんも相当やべえやつですからね、でもやべえやつだ、はい、うん、今本当に味方っつったらあれさ、美浜学園の5人くらいしかいないですよね、JB さんと、うん、来週からどうなっていくのかすごい気になりますけど、来週また重そうだね、来週からね、来週は一番嫌なやつ出てきたけど、そう、ヒースオースロが出てきて大使館襲撃事件みたいな、あーね、テロ容疑者になっちゃって、ユージ君も容疑者になりの、うん、もうどうなっていくんでしょうね、ね、一気にあれですね、バイオレンスな展開になっていくんでしょうか、これどんどんどうか、バイオレンスな展開にあの女の子たち5人がついていけるのかどうか、うん、マキナちゃんとサッちゃんくらいしかついていけないじゃないかと思ってるんですけど、ね、正直、ね、うん、戦力としてはね、そうですね、うん、メンタル面は素晴らしいからね、全員ね、道の中何すんだよってくらいですけどね、正直まあね、どじ踏むしかないよね感じで良いだから、そうですね、というまあ謎をいろいろハンダーグリザイアの果実というか、まあ楽園ですけども、はい、うん、実は今回の、アニメの冒頭部分でしらっとなぜか出てきた、うん、あのあれですね、コロンビアの女の子、うん、あれは、はいはい、あの金色モザイクのキャラらしいですね、コロンビアの防衛任務の、はい、あのなんかなぜか一瞬出てきた、うん、あの女の子、可愛い女の子いたじゃないですか、ちっちゃい JP みたいな、はい、うん、あれまあなんかあの伏線だろうなと思ったら、そのキャラだと思ったら、うん、ただ単に金色モザイクのスタッフとグリザイアのスタッフ同じスタッフだから、うん、ゲストで出してみました、だけの話らしいです、どうやら監督のツイッターによると、そうなんだ、ね、あれがまた後々出てくんだろうと思ってたら関係なかったもん、ね、関係ないですね、そんなこの細アニメから出てきたのちなまぐさいところに、まあ、そもそもそのグリザイアと金色モザイクが全く同じスタッフで作ってるっていうのも、まあ、びっくりですけどね、やってるの違いすぎて、すごいですね、あのアニメを作る人たちっていうのは、別からここまで全部同時にやってるっていう系譜がね、はい、というまあちょっとした知識を挟みつつ、そうだったんだね、はい、何かと思ったら、そうなんです、ね、実はっていうのもまあ挟みつつ、まあ、どうなっていくのか、うん、はい、楽しみですね、来週、はい、一気に変わっていくと思います、うん、あとオープニングが来週完成するらしいので、うん、今やのあの文字がいっぱい出てくるオープニングはどうやらね、なんか仮オープニングだったという噂が流れてる、そうなんだ、だから今回やんなかったんだ、今回は多分ね、今回は事故かなって、違う、今回は多分ね、尺足りなかったです、うんうん、きっとオープニング流してるオープニングしたかったっていう、きっとあの文字出てくるのかっこいいと思ったね、すごいですね、こういうのいいのに、ただまあちょっとあれですね、もうちょっとなんかガチャガチャしてくるんじゃないですか、より、うん、エンディングも変わるのかな、曲自体は変わんないんじゃないですか、でも絵は変わってもおかしくなさそう、あそこで毎回なんか補足みたいなのが、ね、なってますもんね、でもっていうかまあエンディングもしかしたら特殊エンディング来るかもしれないですね、今後、まあまあまあ、ね、うん、そうね、果実の時もいろいろあったもんね、はい、っていうことで、はい、グリザイアの果実じゃないや、グリザイアの迷宮第4話の感想でした、楽園じゃない、楽園ですね何を見てきたグリザイアの楽園第4話の感想でした、はい、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします、お願いします、みんなで隠しに来るよ、ふわっと隠すからな。